では、今日はシルバーナ、シルバーネールと、まあ、フランケンという産地の幸せ出会いみたいなところを話してみたいなと思っておりますが、ワイン、まあ、いろいろ飲んでこられてる経験の多い方も多いんですけど、どんな品種が好きですかって伺って、まあ、あまりシルバーナ大好きって聞くこともなく、あまり、なんて言うんでしょうね、自分からシルバーナくださいって買いに行く方も少ないのかなと思うんですけれども、もともとシルバーナ、シルバネール、こういろんな本を見ていただくとお分かりになるかと思うんです。意外に解説が少ないんですよね。シルバン、リースリングはとかシャルドネはとかセミオンはっていっぱい書いてますけど、ゲベルツはとか。ただシルバーナーっていうとなんか、白品種穏やかとか、白品種控えめみたいな、その先はどうなってるんだと思うことが多いんですが、まあ、それだけあまり注目されてないっていうと怒られますけど、まあ、そういう品種なのかなと。で、まあ、マクシマはそういうとこ好きなので、その辺をちょっと見ていきたいと思いますが、まあ、有名なのはアルザスが有名だと思います。フランスですね。ただ、まあ、その部分では、これはちょっと正確な説明じゃないのかもしれないんですけど、いい場所、斜面のいい場所には、やっぱり、こう、リースリング兄さんとか、ゲベルツ姉さんとかがもう植わっていてですね、末っ子はもっと、他に行きなよっていうことで、まあ、昔話によくあるように、平野部の、ところで植えられていて、そのために今一つ酸の切れも乗らないし、味わいもこうもう一つはっきりとしないような出来栄え、特にアルザスはブレンドに回されることが多かったので、そういったイメージがをつけられてしまったのかなという気がします。特に大昔は名前は言えませんけど、某ヒュー・ジョンソンさんの本にですね、馬車馬的品種って書いてありまして、ほう、馬車馬的品種って説明があるんだなって、馬車馬って馬が2回います、なのどうでもいいんですけど、と思ったことがあります。ただ最近では近年ではゾッテンベルグっていうところでシルバーナーはその単一品種として用いてもグランクリュー名乗っていいですよっていうことになってるんですけれども、まあ、ここはどちらかというとシルバーナーの持つ軽快な若々しい飲みやすさというよりは、礼拝岩土壌からのちょっとしっかりした芯のある骨格のある、まあ、じゃないとねグランクリューならないので、まあ、そういった作りをしてるのかなという気がします。さて、まあ、話変わるんですけど、ホレス・シルバーっていうジャズピアニストをこの間ですね、サブスクで検索してみたら、見てましたらですね、ホレス・シルバーで、こう、ちょっと触ってみると、演奏者って出るんですけど、ホレス・ギンって出てまして、まあ、なかなか渋いなと。で、今回ちょっとシルバーナを見ながら、銀貨とか思いながらやってましたが、さて、それは置いといてですね、続きましては、フランケンとの出会いですね。で、シルバーナは、まあ、こちら、これがフランケン。なんですね。結構言われるのがブランデーのボトルみたいだって言われていて、ほう、そういうものかなと思ってたんですが、見てみると結構ブランデーのコニャクだったりアルマニャクだったりの瓶に使われたり、まあ、美味しそうなコニャクもありますけど、でこちらはボックスボイテルと呼ばれているもの、まあ、これには諸説あるんですが、ご興味のある方は調べてみてください。こちらは釣り鐘というか鐘楼というか、それをモチーフにしたみたいなんですけれども、そういったところ一応形は見たことがあるっていう方も多いのかなと。ただまあ最近見てないとか飲んだことないなっていう意見もよく聞きます。で、もともと昔はですね、まあ都市伝説なんですけど、フランケンってあんまり日本で見ることがなくて、なぜだろうって言った場合に、それはね、地元の人が飲みすぎるからっていう説明を受けたことがあって、そうなのかなと。まあ5、6人で飲んでて、テラスとかで、日の光を浴びながら、つまみながら飲むと。で、これをまあ、ついで飲むと。で、終わったなと思うと、なんか逆さまにして、その人曰くですよ。またこのカゴに入れとくと、店の人が来て新しいのを刺してくれる。で、それでまた 4,5 人で飲むとあっという間に飲んじゃうだろうと。だからまあその日本に輸出するだけの量がないんだよ。まあその時にはね、私も若かったのでふーんと思ってましたけど、実際には大陸性気候のために遅霜にやられることが多かったらしいんですね。なので生産量がやはりちょっと安定しなかったり、ある年はできなかったりするので、まあどちらかというと地元消費が重視されていて、そこから海外の輸出っていうのは、まあ、うまくできた年はあるけれども、毎年ではなかったと。ただ、ここのところの温暖化の影響によりまして、やはりフランケンも非常にこうチャンスが巡ってきてるのではないかなと思います。で、まあ、場所的にはバイエルンの州、バイエルン州ですね。なんかもうみんなこう、サッカーしてそうですけどね。マイン川に沿って、産地が作られているということです。で、まあ、もともとこのフランケンにはオーストリアからこのシルバーナ、シルバネールは運び込まれたみたいで、じゃあオーストリアは今どれぐらいあるのって見た場合に 0.1% だけなんですよね。
なのでまあオーストリアでもそんなに人気がないっていうとかわいそうですけれども、やはり香りがしっかりしていて味わいの明確なポイントがある品種っていうのがここ何十年かは売れてきたのかなと。そこから見るとシルバーナーって結構なんか気のいい優しい品種みたいに呼ばれてますけど、結構土地を選ぶ白品種のなんて言うんでしょうね、まあネビオロと言いますか、そこまで言うとちょっとかわいそうかもしれませんけど、意外に土地を選び、それによってなんか本領が発揮されてこなかった品種ではないのかなというふうに勝手に感じておりますが、でバイエルン州ですね、マイン川にそりまして、ここから先はまあバッと早口言いますが、シュタイガーバルトですとかマインドレイエックですとかマインフィレックっていうところ、まあ、段々畑だったり急斜面だったり川の反射を利用して、その寒波っていうんですかね、その遅霜がかからない位置を選んで育ってる。あとはタウバタルっていうところもあります。昔タウバフランケンって言われたところですね。で、もともと品種の特徴としてはいろいろ見てあんまり出てこないんですけど、まあ、白いお花の香りとか果実、まあ当たり前だなっていうコメントですけど、で通常は穏やかな酸と、まあ、ミネラル、アーシーっていうのも出ましたけど、アーシーっていうのは私はね、まあ、大地のとかあんまりまあ使わないんですが、まあ、言われてみると、うん、まあ、そういう特徴があるのかなというところです。ではちょっとテイスティングをしてみましょう。これがボトルです。で、こう継ぐと継ぎにくいんですね。なので横に持っていただくと、まあ、当たり前ですけど継ぎやすいと。外観ご覧になれますかしら、ね、なかなか昭和な見せ方が続いてますが、意外にゴールドですね。イエローからゴールドの色調で、輝きもあり、少しですね酸化的なニュアンス、金属的なニュアンスが外観には見て取れます。限定表現になるんですが、まあ、落ち着いた酸化のニュアンスが見て取れるのかなという印象です。まあ、黄色主体イエローですね。で、透明感もあります。香りを嗅いでみますと、まあ、意外にというと来られますが、華やか、甘やか、若々しく白いお花の香りですとか、ちょっと熟した青リンゴ、青リンゴって普通熟さないものに使われて、青リンゴでリンゴで黄色いリンゴでって、まあ、青か黄色ぐらいの熟した感じが出ます。黄色いリンゴの熟したに訂正しておきますね。あと洋梨の甘みも感じられます。洋梨はちょっと若い状態ですね。あと百合の花ですとか三座子、漢字難しいんですけど、オベピーヌですねの香りなどもあり、特徴的に石灰とか貝殻とかミネラルのような感じと、リンゴの蜜のような香りがします。最近うちのワンちゃんにリンゴ切ってあげてるので、リンゴの蜜だなっていう感じですけど、なんかシルバーナーってもっと地味だった気がしたんですけど、意外に華やかで黄色いニュアンスから若々しさから楽しい香りですね。飲んでみましょう。アタックはですね、酸味が心地よい。どう心地よいのかっていうと、果実味と同じ厚みを持ってるんですね。これがサンセルとかシャブリだと酸が主張して果実味がついてくる。またルーサンヌ、マルサンヌとかだと酸が非常に穏やかで厚みと滑らかさですね、グリセロールがついてくるんですけど、シルバーナーのフランケンの場合は酸と果実味っていうのが同じ厚みでずっと連なっていきますので、非常に口の中は心地よいですね。先ほど感じましたようなリンゴとか洋梨の香りもありますし、ちょっとした甘みもありますし、酸っぱすぎないところが非常に美味しいポイントではないかなと。で、まあちょっと難しい言い方になるんですが、常温にしておいたグレープフルーツを舐めたようなとか、常温にしておいたみかんを舐めたような、その冷やすと酸っぱくなるじゃないですか、冷やすと酸っぱってなるんですけど、この酸が出なくて果実の持つちょっとした心地よい苦味っていうんですか、レバー焼きすぎた苦味とは別なんですけど、そういった苦味が心地よく感じられて、そこにリンゴの皮みたいな味わいも残ります。なかなか美味しいですよね。なので料理合わせるとしましたら、あまり海の幸っていう、まあ、それが好きな人はやっていただいていいんですよりも、鶏肉ですとか豚肉などの白身のお肉に合わせたいなというのが印象で、もっと酸があるとか脂質が
薄いというか淡いというか平たいというか伸びるというか、そういう場合はシーフードとフリードメールみたいな貝殻の盛り合わせとレモン食べて酸味があってってリズムになるんですけど、ちょっと重い味わいがあるので、でドイツ行った時に泊まったお家では毎朝ソーセージを買いに行くんですね。で朝作って11時半ぐらいにできるからそれを買いに行こうと。でソーセージって保存食じゃないのと思ったんですけど、そのブルストのソーセージの白い方はそうじゃないと言って、でまあ肉屋さん並ぶんですけど、これがドイツなのでちゃんと並んだ順に出してくれるっていうね、名前言えませんけど、フランスだとそうはいかず、ちょっとこう自己主張がないとなかなか前に行けないんですけど、ドイツの肉屋さんで待ってると、次あなたねみたいな形で周りの人がああどうもみたいな、まあなんて買い物にストレスのないと思って感心したんですが、まあ、話は変えてですね、でその白いソーセージを茹でて、で、まあ、茹で汁の中にちょっとタイムでも入れてですね、その白いソーセージをパクッと食べて、このシルバナを飲むと非常にバランスが良くてですね、なんかなかなかやっぱ地元のものは美味しいなと。であとは豚肉も美味しいので、例えばとんかつなどにして、ロースでもいいですし、そこにちょっと塩を落とすとか、岩塩ちょっと細かく砕くとか、マスタード、からし系マスタード系に合うなという。でまた鶏の場合は唐揚げに今言ったみたいなお塩細かくしてかけてもいいですし、タルタルマヨネーズでもいいですし、油淋鶏みたいなのでも、赤だとその油との相性が今一つで、ロゼを飲んでも赤飲んでも素材の旨味をちょっと消してしまいがちなところが、やはりシルバーナーっていうのは素材の味はきちんと持ったままで支えてくれますので、まあ、この辺がさすがに苦労して生きてきたかどうか分かんないですけど、なんかちょっと演歌調な説明になってますけど、苦労人だけに出すぎずでも必要なポイントを抑えていくという苦労と好みの味わいではないのかなと思います。あとはですね、まあ、飲み方なんですが、まあ、できるだけ小ぶりのグラスがいいと思います。大ぶりのグラスだと温度が上がってしまって、その味わいの酸と厚みとのバランスが取りにくいので、冷やして、よく冷やしてて何度ですかって言われるんですけど、冷やしてっていうのは飲んで冷たいって思う温度なので、環境によって変わると思います。でもし可能でしたら、また言ってますけど、振っちゃってください。飛ばないようにね、毎回言ってますが、仏壇とかパソコンの前で振らないで、しっかり握ってですね、でその泡を立てることによってより酸味が強調されて、まあ、もちろん開けてすぐ一口目飲んでいただいていいんですけど、振って飲むことによってバランス良くなり、後味の酸味の出方も心地よくなりますので、より美味しいと思います。あとはですね、ずっと考えたんですけど、750、これはまあその大瓶なんですけど、店で湯たんぽですって言って、まあみんな苦笑いして帰られますが、これも750ですよね。これも750、ちょっと君たちどうぞって、ね、さあどっち飲むって言ったら、こっちが多く見えません。でフランケン飲んでるとここまでは減らないんですね。すごい具体的な説明ですいません。でこっからですね、スーッと減っていくので、750入ってるのかなってちょっと考えた時期がありましてですね、まあ、これちょっとしっかり測ってみましたので、これもご覧ください。しっかり、まあ、この辺までで750しっかり入ってるんですね。なので、まあ、スクリューキャップの意味合いなのかなとも思ってるんですが、例えばもう旅行もねできるようになりましたので、新幹線とかの中でこのフランケンを置いてですね、お弁当でも食べてる方がいらっしゃると、まあ幸せな旅行なんだろうなっていう印象を受けますし、冷たく冷やしていろんな料理に合わせられますので、試して飲んでいただければいいのかな。あとなぜかですね、冷蔵庫に入れにくいから買わないとか、なんか積むことができないからって言われるんですけど、これ普通の小瓶のビールと同じ高さなので、ビールの横にこう立てていくと意外に入ったりもしますし、1日経ったらもう飲めないやっていう趣旨でもないので、まあちょっと小ぶりのグラスで様々な工夫をして飲んでいただければ、オーストリアから出てきてフランケンで一心出世しました、美味しいシルバーナーの個性っていうのを楽しんでいただけるかなと思います。では、今日はこんなところで終わりたいと思いますが、そうそうマスタードに合うって言いましたよね。あとは何か言いましたっけ、まあ、こんなところかな。はい、じゃあそんなところです。では終わります。マクシバンでした。失礼いたします。お疲れ様でした。